はい、こんにちは、ナガトです。今日はまた、水木のハイトーン講座。さあ、今日は、インナーカラーですね。インナーカラーがあまりうまく入らなかったなって時とかないですか？なんか、そういう時って何かしら原因があって、その原因には何なのかっていうのをしっかりと突き詰めるのと、失敗しないインナーカラーの、まあ、簡単なレシピだ、やり方っていうのを今日は水木に教わりたいと思います。じゃあ、行ってみましょう。さあ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 7年かい、これ鳴らないどうやって鳴らしてるんですか？ここ中指がここに当たる音でしょ。ダメだ、どうぞ諦め早いなお前さあさあさあ、はい、さあ、お、鳴るじゃん。イエーイ、なあちゃんも鳴る。あ、すごい、めっちゃうまいじゃん。一番うまいかもしれない決まってる。さすが、なあちゃん僕のお客様です最年少最年少、そうだ、はい、なんで今日はひなちゃんが、え、そうなると俺がインナーカラー入れたみたいになるから、はい、井上さんが違う違う違う私も違うサロンに行ってインナーカラーを入れたらちょっとご希望の色と違ったということでいいですか？足りなかった。うん、緊張してる？はいかわいい、かわいい、緊張してる。なちゃんいくつになったの？11歳。ん、11歳って何、中？中なわけねえだろお前。いや、こんなちっちゃかったのにそうだね、大人になりました。大きくなったね。じゃあそんな感じで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ水さん、はい、今日はインナーブリーチですね。はい、結構あのリクエストにも多かったんですけど、はい、今日はまたあの黒髪から始めるっていうよりは一回ブリーチをしていて、うん、そのやっぱその当日お時間がなかったっていうのもあって一回ブリーチでここまで抜いてできる限りの多分色を入れた感じの色落ちなんですけど、うん、まだまだそのメラニンが残ってるなっていうのを直していきつつ今日はご希望のお色味にしていこうと思います。ご希望のお色味は紫紫にはなってなかったんですね。はい、まあやっぱ寒色系はベースが大事で、うん、暖色だと多少オレンジ味が残っていても結構ごまかしが効くんですけど、うん、紫ってやっぱりベースが白く整ってるから綺麗に鮮やかに出る色になるので今日はちゃんとベースも整えつつ綺麗などっちかというといただいた画像的には青紫に目指してやっていこうと思いますので、うんうんうん、はい、じゃあそんな感じでいきましょうかね。はい、よろしくお願いします。ちなみに今の状態で水木さん的に、はい、ビフォーの状態は失礼します。まあ、1回で抜けてないとは言いつつムラはそんなにないかなっていう感じです、うん、でも多分イヤートゥーで分けたんだろうなであるここの部分は若干他より黒い。もう本当だ、ここは多分塗布量の問題だと思うのでそこも合わせつつちょっとムラを取って均一にイタッチから始めて毛先のブリーチしていこうと思います。了解です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。何ですか？今日カメラしないんですか？まあ、いつも私の側ですけど指先が痛いから。なんで指先痛いんですか？20年ぶりにギター弾きましたなんかもう何ですかその指って今日一日それしか言ってない。指ってギターを、憧れのギターを。じゃあ今日ゆっくりお休みしたらいいんじゃないですか？撮影の方が大事ですよ。違いますよ、今日ギター練習するのやめたらいいじゃないですか。毎日コツコツやるのが大事なんです音楽ってそういうもの音楽ってすごい顔してる可愛くないよその顔。可愛くないですか？びっくりしました、行動を抑えるのにどんな腕力で言ってるのかやったことないですけどじゃあちょっと薬剤の説明をしていきます。今日根元がやっぱ思ったより伸びてるので3ヶ月ぶりくらいの長さはあるのでそこに合わせて薬剤がアクセスフリーアリミの120 3:1 の加水がアジアンカラー 6% のオキシ2倍にグリッターボンドを総量の 5% 入れてます。今日はまあ根元っていうのもあるのとその塗る幅が前頭っていうよりはインナーなのでいつもよりスピードが速く塗れるっていうので剪定いつもより強めのワンカップでいくのとそんなにケア剤ケア力が必要ないので 5% でいってます。はい、塗っていきます。全然おやつ食べててね。かわいい、これめっちゃ好きでした。私食べてました？何それ？チョコケーキ。チョコケーキ、かわいい、かわいい、ね、食べたことないかも。ないですか？俺もないかも。アイスさん絶対好きですよな、ね、なんでバカにしてんのね。絶対好きだいいえ、バカにじゃないです。バカにしないですよね。なんかやっぱちょいちょいバカにし始めてるよね。あ、分かってるよ。そんなことないんで混ぜていきますまさかのあちゃんがインナーカラーをする時が来るなんてね、あんなにちっちゃかったのに多分こんな
のぼのした会は初めてじゃないですか。二人はもうパパみたいに大きくなったねなんか可愛いね。先輩にシャンプーされて寝ちゃって、その先輩に抱っこされながらセット目に戻ってくるっていう。そんな時代があったんですか。可愛すぎる。そんなのあちゃんをバチバチの紫にしていくのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずサイドからもう早速塗っていっちゃいます。で、結構しっかりこういうインナーカラーの時とかロングリタッチの際はちゃんとオンベースに引き出しつつ、まず仮塗りからしていきます。やっぱ抜けづらいのがここですね。この新生毛のディバイディングのところと、根元はもうましてやなんじゃまだ11歳っていうことで毛がまだ細いので抜けやすいです。なのですごい塗布量を貯めるっていうよりも均一にムラなく塗るっていうことが結構大事になってきます。お顔周りとかも結構抜けるの早いので薄くまずは仮塗りしていきます。ブロッキングのポイントとかある？ブロッキングはまあ多少そんなに自分がやってないインナーだと 100% 綺麗に取ることはできないので、数本上に上がってても大丈夫です。なのでまあこうもしここが平行になってたりしたらちょっと取り直してもいいかもしれないです。 U 字にこういう方が自然と綺麗な形になるのと、こう髪が動いた時に綺麗に見えやすいので。で上もそうだ、今日聞いてないんですけど上は染めます？ここに合わせて染めない。まあこういうあのインナーカラーの時は表面を染めるか染めないかもしっかり聞いていただいて、まあその場合はこう取り直しちゃうとこの明るい部分だけ残っちゃうんで、そのままの形で取り直したりするといいと思います。初めて入れる方とかもこういうちょっと U 字を描いた形で取る方が綺麗に最後仕上がった時に表面から綺麗に見えてくると思います。でこう私はよくここが上につきやすいんで親指でこうかけて横に避けつつこっちで引っ張って仮塗りします。で多分前回がファーストブリーチで今回リタッチなので結構こうまばらになってるんですよね。まあロングリタッチっていうのもあるんですけど、ここのディバイディングが綺麗に揃ってないです。でもこのくらいの明度っていうのと、あとは全体毛先まで今日ブリーチしていくのでもう気にせず一番長く伸びているところまで仮塗りしちゃって大丈夫です。そのぐらいの長さだったら全然ホワイトラインになることはないので、で反対側もやっていきます。この前側とかはしっかりこうしちゃうと、こう後ろに引いちゃうとこの塗る面が後ろにずれちゃうので、しっかりこう前に持ってきてこういう平行を保てる位置に引っ張ります。で枠取りして仮塗りしていくといいです。ここは薄めでも均一に抜けます。最初に顔周りの塗布量上げちゃうと絶対顔周りだけカツンと明るくなっちゃうので、それがないように、でここでこう親指でかけてこっちに持っていきながら仮塗りしていきます。で毛先は結構筆みたいな感覚でハケをさっさっさっとグラデーションを作るように、こうここですね、こういう感じで角使って塗ってあげるといいと思います。で仮塗りした部分は、まあ、まず最初になんか毛が落ちてきてついたりしないように先にコットン軽く乗せとくと他の毛につかないように対策になるので、こう塗って、でこのインナーの一個ポイントが、インナーカラーってポニーテールとかした時にやっぱりここの際が塗り漏れがあったりとかするとやっぱり見栄えはどうしても悪くなってしまうので、こことかもしっかり仮塗りで逃さないように、ここの中間は塗布量を上げつつこうグラデーションでまず仮塗りしっかりキワキワまで、でも頭皮がつかないような仮塗りをします。前回そこら辺の抜けが甘かった理由ってなんか考えられることここら辺ですか、うん、単純にこう毛が、私も今イヤートゥーで分けてるんですけど、そうするとこう寄るじゃないですか、真ん中に、うん、そうなった時に塗布量がここが少なかったのかなと思います、うん、予想なんですけど、なのでこういう内側とか溜まりやすい部分は綺麗に抜けてるけど、こういう部分っていうのはちょっと暗い毛先が、うんっていうのかなと思うので、スライス分けたりこうこっちに分けてみたりこっちに分けたりっていう風にして毛先の塗布量が均一になるようにしていけばここは直せると思います。あとはまあ単純にその時間がないって、時間が限られた中でブリーチをしないといけないってなった時にやっぱり塗布量とホイールで包んだりっていうのは結構大事になってきます。でこういう毛先の部分もで下もしっかりこう塗って両面で仮塗りしていくイメージです。で、まあ、今回いつもならアクセスフリー単品からの3対1ってやるんですけど、まあ、それにしなかった理由としては最初にお伝えした通りそんなに時間差がないっていうのが理由です。それでもやっぱり毛先は今日残留があってしっかり毛先にブリーチを塗って
って放置していく時間も取りたいので3対1っていう感じです、うん、もしこれがもう毛先が 2,3 回以上のブリーチもで根元がこんくらい伸びてるってなったらもっと1対1とかで攻めたリタッチをしちゃっても全然いいと思います。ただこう毛が落ちてくるこう頭の丸みが急になるところなのでホワイトラインとかができやすいっていうのを考えると優しめブリーチで長く置ける剪定の方が安全だとは思います。3対1使うのがぶっちゃけサロンワーク中一番多いですね。ベーシックで7、8割は3対1 7、8割3対1でいきます。一番タイム的にもその抜ける初速だったりあとは目指すベース16レベル以上17レベル以上ってなった時に3対1が一番安全に綺麗に抜けるなっていう感じです、うん、3対1がじゃあ一番サロンで7割ぐらい使います。はい。次に多いの次に多いのはアクセスフリー単品です ね、 ねやっぱり抜けを甘くするというか、はい、そこまで17レベルまで持っていかないパターンもしくは極度にダメージしてるパターンかその複雑履歴での炙り出しかですね。やっぱり顧客様が増えてくるとその選定っていうのはだんだん3対1とかに安定してくるんですけどやっぱりご新規様ってなった時に一番使えるのは単品だなと思います。そんなに今日リタッチをすごい長い時間放置してから毛先とはいかないんで3対1にして時間差でっていう感じでいきます、うん、毛先もやっぱ全然リフトが甘いっていうか全然甘いです、うん、だから全然あの120単品で攻めれるくらい甘いし体力も残ってます、はい、けどそんなに急いで抜く必要もないのでもし上根元の部分が結構1対1とかで今日行ってたら120で追っかけてその初速スピードを合わせるっていうのをやると思うんですけど今日はまあじわじわ抜いていきつつ明度を明るくしていきたいのでそうですね今の時点での予想はまあ1対1アクセスフリーアリミの1対1にしようかなと思ってます毛先を。はい、うんうん、けどもしそのタイムを送ってなって置いた後のチェックで根元が思ったより抜けてるっていう場合があれば単品でいくと思います。スピード重視で、はい、何レベルぐらいだとその今日モデルさんが言う紫を結構綺麗に、はい、出せるのはやっぱり18レベル以上です。ベースにオレンジ味が残ってるともう綺麗に出ないって思いたいので黄色くなるまでのベース、うん、明度っていうとやっぱり 17.5、18以上が理想です。必要になってくるってね、はい、ただ今回抜けてない上にさらにきっと濃い色を入れたっていう予想が私の中でできているのでちょっとそこの残留がどう出てくるかなっていうところで追いブリーチも考えてます。抜けてないところに濃い色なんて言ったらもう全国の美容師さんドキッとしてるやつ見てますからね俺も俺最近ではやっぱ瑞希のこのそばにいるようになって最近ないですね。抜いてるよねちゃんと確かにめちゃくちゃ綺麗にちゃんと抜いてる、はい、前はだってブリッジ15分流しとかそう35分とか置いてるもんね、うん、最近ちゃんとそうですねちゃんと勉強させていただいてます10分流しとか前やってたありましたありました全然、うん、あ本当ですか、うん、あの濃い色でアディクシーハイブリーチ単品10分流しあ、まあ、ハイブリーチならまだ良いかなと思います。確かにそれやっちゃうと後々大変になるで、まあこう自分が安定した位置で施術ができるようにカット椅子とかに座ってここからいつも通りペーパー挟むんですけど今日そんなに最初スライス幅いらないです。後で毛先塗るときに根元ももう一回かぶせる形で塗っていくので、まあ、いつも1.5、1.2 ぐらいだとしたら2センチくらいで大丈夫です。で、根元の根元はコットンで安定させて置いていきます。やっぱこうネープ付近とか耳上ってすごい切れやすい。もともと切れやすい気質な上にこう薬をギリギリまで置きたいんで、最近コットンやること多いです。だからコットンの消費が多くてあやさんがコットンがないって最近ちょっと困ってますよね。気づいたらコットンがなくて。あれ減ってたっけってなってよく見たら水着カップにいっぱいコットン入ってるみたいな。それ返ってます。でコットンってさ、一、はい、回買うとさすんげえ幅取るよ。確かに確かにあそこがパンパンです溢れますよね、うん、美容院の収納問題になってくるコットン。でもコットンめっちゃ使い勝手いいですからね、やっぱりこうもうその下でこうコットンの素材がブリーチ剤をこう流れないように、うん、その場で定着してくれるので、うん、そこにこう置くだけですごいピタッと確かにね止まりやすいんです、うん、なんで最近誰やすい
いネープとかはコットンするようにしてます。あとはこういうちょっと長めなリタッチになった、ロングすぎないけどぼちぼち3センチ 3.5 センチくらいあるお客様はコットンでピタッとネープの方とかは留めてます。全然コットン注文しなかったのに最近いいんですよね。注文してたまにあの長いロールコットンが来ちゃうんですけどね、うち間違えてあらおやおや。あのロールコットンって自分で切って使う？あ、そうです。だって前の時そうでしたよ。でもそんな長いコットン使うシーンってあります？ない、ね、ないですよね。なんでこんぐらいがベストだと、はい、思います。で今日はもう切らずに1枚でいきます。コットンオンペーパーが水木のマイブーム。マイブームですね、うん、特に、ね、そのネープ、耳上あたりは最近のマイブームです。はい、お願いします。今のハイは絶対それは今発注しておきます。ブームなんだな、コット多めに発注しなきゃなのハイでしたね。そういうとこちょっと似てますよね、お二人。長谷さんも勝手になんか一人でブームしだして気づいたらあれこれなんかめっちゃないなみたいな言って、ブーム来た時は二人とも確かにそれディーラーさんとかにも言うからそうね、頼むから言って、ブームが来たら言ってほしい。確かに言ってそう、ね、全然使わない色だったのから頼んだ方ある突然なんかあれない、消費が激しめって確かにブームを報告することないですね。だって試しながらやってんじゃん、いろいろ。あ、そうですね、毎日日々、うん、いやいやでも前使ってたらなくなりますやん言ってブームを言ってちょっとこれからはご迷惑かけないように続くかどうか分かんないじゃん。そうなんですよね、はい、なんかいっぱい頼んで、ある日突然なんかブーム去ってるからあ、めっちゃなんかめっちゃ在庫肩になるちょっとって使ってよっていう私が困ってるのをちょっと知っといてもらわないと。全国の BNR はかしこまりました。似てるんですねそういうとこ私の長さんよくなんかやっぱ結構似てる部分多いんですよお二人確かに好みの食べ物とか、はい、好みの食べ物だったり、あのちょっと物を裏に溜め込む癖だったりそこはもう私が王者張ってるんで、ハムスターかなと思います。どん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 裏になんか溜め込んでフロントのボールペンをあのバックルームに溜め込んでる。それ長屋さんですそれ私も困ってますよ困ってますよね。あれどっちなの、わかんない。私なんか長屋さんが水木ちゃんっていうか水木ちゃんだと思って水木のところに3本あって。違いますよ私溜め込まないです。だって向こうでペン書かないですもん。確定申告してる時あったよ3本ですか超人じゃないですか。ハムスターかなって思う。長屋さんそこにダッカールも溜め込んでるから、ね、でもあれですよ、長屋さんは予約帳をバックルームでよく書いてますよねそれはそうだけどほらこんなすりつけなみっともない大人の、みっともない大人のこういう大人にはならないでね。なおちゃん片付けできる？わかんない。この返事は私が幼少期にしていた返事です。みずきちゃん片付けできる？わかんない。何わかんない。あんま好きじゃない。普通。あ、普通か。私と一緒にしちゃダメだ。なんで片付けが嫌いなの？え、嫌いって言ったらね、苦手です。で何事も嫌いって言っちゃいけないと思います。苦手です。得意か不得意かって言ったら不得意です。だから多分お仕事とか見ていただいてる方はすごい綺麗なお仕事なのに掃除できないの？片付け苦手なの？って言われるんですけど苦手です。美容師は好きなんで、このブリーチ塗ったりとか。一番苦手な家事は何？一番苦手な家事ですか？うん、うわーやばい。全て1位を争うからな一番苦手な家事は掃除ですね。掃除、はい、ちょっとびっくりするレベル。あ、そうですよね、あやさんはあの来ていただいたことあるんで、あの言いたくなります、掃除しようかあのリアルにボンビーガールってなりません？なんか やろうかっていう声をかけたくなる感じです。早さに掃除していただくなんてもうダメじゃないですか絶対。逆にさ、あれはご飯を作るのと洗濯、うん、あえ、悩むのどっちかですか、うん、なら洗濯です。洗濯の方が得意ってこと？あ、洗濯機が仲間にいるんで。あ、なるほどだってこちらはぶち込んでピッピッと押すだけだから、ね、そうですよね。で、終わりを待てばいいので絶対に洗濯です洗濯機って便利だね。はい、100% 洗濯ですねだってお料理なんてもうね、材料をダメにしちゃう天才だと思うんでだってヘアキャンプでもね、エビチリは片栗粉をつけてってあの守り神さんに言われてしまったんでいやそうだね。そうですよ、そうだ、水木持ってこないと。ルンバとブラーバ。あ、そうなんですありがたい救世主、うちにルンバが来るんです新しい家族です。もう最高。ルンバとブラーバをあげるって約束しちゃいました。長谷さんから、うん、いただける？はい、いただけます。でもルンバとブラーバはあれだよ、床に物があったら掃除してくれないからね。あ、え、じゃあ床のものを片してから奴らは本領発揮するんですか？そう、だから逆にルンバがいるからこそ床を片付けるよね。あ、なるほど、うん、でも机の上に全部放り上げるんじゃないダメだからねもう全部予想されてます
私がやろうとしているダメだからね。なんかクローゼットに押し込むとかもダメだから、ね、いやそうなんですよね。なんかどこかを綺麗にするとどこかが汚くなるんですよ。なんだそれ。だから床を綺麗にしたら机の上が散らかるし、それ綺麗にしないでしょ、移動しただけ。移動癖ありますよね。みずきちゃんにここちょっと綺麗にしといてって言ったらバックルームの机の上の横に綺麗に並んでる。え、なんだろう、これ共感していただける方多いか分かんないんですけど、どこに何をしまえばいいんですか。え、のあちゃんが笑ってる。のあちゃんが笑ってる。だってねえ、のあちゃんは分かるか、どこに何をしまうかぐらい分かる。はい、そうだね、そうだね、お姉さんがダメだった。ごめんね、お姉さんがダメだった。可愛いチョコケーキ食べてるからって勝手に私より掃除苦手だよねとか言ってる私がダメだった。一緒にしないで、ねね、私はあれですね、お掃除をする元に生まれてきてないです。どういうこと、どういうこと、推しの元に。はい、だよこれお母さん見てるでしょ。今まで掃除してくれてありがとう。お母さん掃除のできない大人になりました。どうしよう、コメントされたら長々と。水木は昔から、だってママが掃除してくれたら怒ってたんでしょ、物の場所が変わるから。なんかそうなんですよ、掃除できないくせにその掃除してない散らかってる中にある物の場所が分かるんですよ。だからぐちゃぐちゃなのにあそこにこれは置いてあるとかって。分かる。え、分かりますか。私昔めっちゃ部屋汚い人だったから。大人になってできてるじゃないですか。何があったんですか、きっかけ知りたいです。一人暮らし、あ、片付けてくれる人がいないというものになってしまった、うん、あとはうちなんか毎週日曜日がお家の掃除の日だったの、はいはい、だからどんなに嫌でもパパに叩き起こされて部屋を掃除しろって言われてたから、あ、いやいややってたのがもうその叩き起こしてくれる人もいないから、はい、自分で自発的にしないと部屋がどんどん汚くなってきて家に帰るたびにテンションが下がる。なるほど。毎週日曜日は掃除の日なんて、またなんですか、なんですか。え、ね、じゃあこれはまたあれだね、お父さんに出てもらうし。そう、違う。あやさんのお父さんに詳しく掃除について聞きたいんで、コラボしましょう。YouTube 出るためにキツネのお面買ったら出ない。かわいい。バレへんバレへん。下手やねん関西弁が。え、なぎさんバレへんですね。バレへんバレへん。全然バレへん。お面かぶっとったらバレへん。バレへん。ぜひいらっしゃってください。絶対出さないし、釘刺しときましたから、調子に乗るなと。なんでですか。そうだよね。厳しいですよね、あやさん、お父さんに。あんなにコメントで。うん、コメントしてくれるのにね。はあ、だからライブの時とかね、はあ。コメントすんなって言っときました。岩崎パパですね。わーって湧いてるの、ちょっと喜んでる。だからちょっと認知されたぐらいで調子に乗るなって言ってきました。厳しい。やめてよ。やめてよ。ください、キツネのお面さんに会える日が遠のくじゃないですか。いいよ、遠のいて。やだよ。のあちゃん見てみたいよね。ね、ほら、ね、気まずい気まずい、のーちゃんが今一番気まずい感情になってどっちにつけばいいんだろうか。長田さんかな、あやさんかな。キツネみたい、みたい。あ、かわいい。これはもうお父さんお待ちしております。こんな可愛く言ったってダメ。厳しいですね。ダメですよ、ここまで言ってくれてるの。待って、そろそろブリーチの話する。いや、そうなんです。もう今日早いんで、あのインナー。そうだね、はい、いつもよりボリュームが少ない。そうなんです。なんでちょっと言いますね、うん、そのパパなんてどうでもいいから。どうでもよくはないんですよ、パパ、ね、はい、じゃあここもまあいつものリタッチとそんなここもポイントが変わるわけではないんですけど、しっかりこう三角形に取りつつお顔側をこう攻める感じで。だって今染みてないですか。で染みてないってことなんで結構ちょっとお顔側は攻めて、でここはやっぱコットンでこう押さえる方が結構安定してるなって最近思うのでコットンしつつ、ここも結構やっぱ顔周りは抜けてくるの早いので、でこういうディバイディングのところをもっとしっかり溜めていく感じです。で今ここのところで抜けが甘くって、次のチェックで抜けが甘くってもここにかぶせながら毛先ブリーチ塗っていくので、とりあえず今は一旦これくらいの塗布量でいきます。でやっぱこういう耳上の部分は引っ張りすぎると結構痛い敏感な部分になるので、こう引っ張るけど力加減は気をつけつつしっかりオンベースに引き出してここのディバイディングの部分を塗っていきます。こうやっぱ見てわかるように塗布量はグラデーションですね、安定に、っていうのをもうサイドも同じことをやっていきます。はい、全部塗ってきました。粉で 30g、10g の 40g でちょうど使いシュッ、若干だけ余るくらいの感じで、リタッチは終わってます。で、インナーでもしっかりラップはします。
で毛先を全部包むっていうよりもしっかり根元の保湿と保温ができればいいので短めのラップで大丈夫ですのでしっかり包むようにして、でこれで15分置いて根元チェックしていきます。はい、はい、何分後だかな。15分後に15分後なります。そりゃノアちゃんのおやつも変わっちゃうよね。かわいい。次は何ですか。ベビースターですね。ベビースターです。美味しいよね。美味しいよね。買ったおやつがあって長丁場になるから。はい、こんな感じですね。おお、結構抜けたね。はい、やっぱり3対1っていうのと、あとはこの抜けやすい部分の顔周りになるので結構抜けてきてて、後ろもいい感じに抜けてきてます。なんでもうここで追いかけるように毛先を塗っていきます。剪定としては、はい、毛先はさっきの予想通りアクセスフリーアリミネ120 1対1のアジアンカラーフェスのオキシを2倍でコネクタ、今回は毛先なので総量の 10% 入れていきます。じゃあ混ぜますね。なんで私の後ろ来るんですか。今日2人ともなんか似たようなペアルックみたいな色なんで、そんでも大丈夫です。おろしたてですもんね、その服。クロさんにもらった。あ、それはもうそれ聞いちゃったらもうお酒まーん、かわいい。で聞いちゃったらちょっと飛ばせない。むしろちょっと守りの姿勢で。これも120入ってるのでしっかり混ぜてください。で一回全部塗っちゃって、さらにここの抜けの甘いところをオイブリーチしていこうかなと思います。気持ちいい。この瞬間が一番気持ちいいです。セミナーでもやっぱりなんかおーなりますからね、ここのシーンは。おー、居酒屋ここ美容院みたいな。面白いこれ、かわいい癒されてる。でまず残留が強い後ろの方から塗っていきます。もうこれ普通に上から塗っていきますね。で、まあ、インナーなんで、あの自分が塗りやすい位置にお客様の椅子をちょっと私いつもより高めなんですけどした方が綺麗に塗れると思います。やっぱりこうしゃがみながらやる作業って結構綺麗に塗れなかったりするんで、で一気に塗布量しっかりコーミングしながら塗っていきます。で塗るところはさっきのディバイディングのこのちょうど抜けないねって言ってるここの部分から塗っていきます。やっぱそうするとさらに混ぜたての新しいブリーチが塗られるのでしっかり初速が追いついて抜けてくれます。で後ろ4前3パネルくらいのスライス幅 でしっかりコーミングして髪一本一本につくように塗っていきます。この黄色の歌方の刷毛、やっぱコメントでも多かったです。お、歌方さんからはい、DM 来て。あ、本当ですか、長谷さんのところに。私、うん、いつも、そっか、はい、ありがとうございます、はい、こちらがありがとうございますですよね。使いやすさは相変わらず使いやすくて変わらないんで、うん、色だけなんですけど、まあ持ち物のテンションって結構違う。いや大事です、うん、やっぱりそれこそブリーチ始めようって思った時にまずハケ揃えたんで、私最初から歌方、歌方です。もうまずハケ揃えて、なんかそのやっぱ形からじゃないですけど、うん、さらにそれが可愛かったりするとテンション上がるじゃないですか。確かに。なんでぜひ。すごい、俺もうさ学生時代 YS 全盛期だから、あ YS のものしかなかった。ものしかないですか。そう、公務から何から、はい、だって美容学校のさ、あのなんだっけ、ワインディング絶対 YS でしょ。ああ、そうですね、うん、あの細かい公務でした。私もあの三つ葉はいい、はい、ワインディングガチ勢でした。ワインディングガチ勢です。おお、やっぱり12分で巻いてた。おお、伝統ですか。やばくない。いや、もうずっと毎日なんか10頭みたいな毎日、10は負けないですね毎日。今思うとすごい練習で、もっとやることあんだろうって思うんだけど、でもやっぱ基本が詰まってるなっていうのはある程度なると思います。ステム、コーミング、はいはいはい、体の位置とか。確かに。でも他にあんだろうってまだ思ってる。いや、それオールウェーブに思ってましたね私。確かに、はい、オールウェーブの方が得意だった。私絶対ワインディングです。俺もワインディング。てかオールウェーブの練習が、はい、俺山の俺の時代はお湯が出なかった。だから冬とか、はい、ローションを水で溶かなきゃいけない。結構地獄だった。ですね。嫌だなと思ってて。私も匂いが無理でした。匂いしたっけあれ。いい匂いじゃなかった。いや、なんかそんな臭いイメージないけど。え、臭ってたんじゃん。ちゃんと学校の自販機で買ってました。めっちゃ自販機に言っちゃうの。めっちゃ笑われたじゃないですか。なんかそう、掃除できないからの。お前が使ってたローションは。そんなヤバい人に今インナーブリーチしてもらってないから安心してね。ちょっと不安そう。ちょっと不安そうになっちゃってるじゃないですか。違いますよ。え、だってそれこそウィッグについたローションとかめちゃ臭くないですか。ウィッグ洗うし。ん、
そんな定期的には洗わないですよね。ほぐし て, ほぐしてで固くなったのな多分なんでも洗そんな頻度に洗わないでしょ。ああちゃんと乾燥させてたタイプですか。乾燥させる。乾燥させないの。えなんで。どういうこと。私乾燥させ忘れて。えカビですだから臭かった。えなんかめちゃくちゃ臭かったですよ。なんかどれだけ自分のウィッグが臭いかっていう嗅がせ合いをするのが楽しくて。あ変だねちょっと待ってください。待ってこれ乾燥させないとかあん。え乾燥するかな。普通に自然に置いてたら速攻でビニールに。えロッカーあのかぶせてたのをそのまま置いてました。かぶせたまま。ちょっと汚いね。しょうがない。しょうがない。うん、お掃除できない。あ、なるほど。ちょっと待ってください。どん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 私のあらが YouTube の回を重ねるごとに、みずきちゃんは料理できないんだ。掃除もできないんだ。ウィッグ臭かったんだって思われるじゃないですか。そういうところなんだろうな。ごめんね謝ったとりあえず謝るかもしれないですもん毎回抜けてきたね。でもだいぶ抜けてきましたね、うん、やっぱり多分その濃いのを入れていた分の中に入ってるブラウン量っていうのがまだちょっと残ってそうなので、うんうんうん、ちょっと追いブリーチになるかなっていう予想です。なるほど。なんでまずはホイールせずにこのまま置いてから数分経ったら見ていきます。い、まあ、また同じ感じで20分置きます。い、そうなると合わさって根元がだいたい40分弱ぐらいになってくるので、うんとそこで毛先の様子を見ます。ほいじゃあ恒例でラップ、はい、ラップはさっきのものに毛先の部分少しラップ巻き直しておきます。ほいじゃあお願いします。はい、そしたらディバイディングの部分に軽くペーパー置いてでこう毛が重なり合わないようにずらしながら練りを収めてこれでちょっとラップしていきます。今も染みてないですか。はい、毛先ちょっと多めにラップ巻きますね。これでお時間置いていきます。さあ時間置きました。トータル何分。トータルは今のところ塗り始めから、うん、放置だと1時間ぐらいぐらいです。放置トータルが45分ぐらいですかね。いろいろ喋ったり含め。それは歌舞伎揚げになっちゃうですねいっぱい食べるね。美味しい歌舞伎揚げかわいいいいですね、はい、甘いのからのしょっぱいのしょっぱいのってことは次の予想は甘いのですはい、予想しましょうみんなで。多分甘いのだね。これ甘いのですよね。お、抜けたね。結構結構抜けてきてますね。でも若干残留いるんだね。そうなんです、やっぱいますよね。でもだいぶ、うんうん、結構揃ってきてますね。抜けたね。はい、うん、なんで狙うはここですねをさらにホイールでブリーチしていこうと思います。で今この3対1が残った状態のまま120単品の 6% 2倍とコネクタ 10% は変わらないで塗っていきます。なので120をがっつり全部乗せるっていうイメージよりは今乗ってるブリーチのところにさらにパワーを足していくっていうものになるので剥がずにやっていきます。剥ぐ場合と剥がない場合の今回剥がない理由は放置時間が40分以上経ってないので、うん、まだまだここから収束し続けるブリーチなので、うん、残しておきます。なるほどです、はい、まあ、時間が経っちゃってると結局もう抜けない、それ以上抜けないブリーチになるので今まだ抜け続けてるところに背中を押してあげるイメージで強いブリーチを乗せていきます。でしっかり混ぜたら塗っていきますね。でここでスライスをちょっとだけ後ろ、さっきここで分けてたんですけどイヤ当てでちょっとだけ足します。この幅変えることでさっきの抜けてない部分っていうのをさらにしっかり塗ることができるので、あとはその上から塗ってったことでそんなに抜けの差が出てなかったのでこのまま塗り分けせずに塗っていきます。後ろから塗っていきますね。ちょうどこのここですね、ここの始まりから追いブリーチしていきます。でこう最初手に乗せた状態でハの字でなじませて、ここであんまりコーミングしすぎると次さっき乗ってるブリーチがどんどん剥いで取れていっちゃうので、こっからはハの字だけで一回乗せたらホイール挟んで、ここで一回コーミングする分には全然いいです。ここでしっかり髪の毛をなだらかに塗りやすいようにしてあげて、ここでさらにハケを倒してしっかり毛先まで乗せていく。かつここの毛先の部分にはさらに塗布量多めにしていきます。これをさっきよりスライス幅ちょっと薄めの5パネルくらいでいきます。
で、これだけでもだいぶ抜けてきてるのが目に見えてわかるんですけど、やっぱり多分相当オンカラーが濃かったのかなっていう残留にはなります。なので逆を言うと、しっかりブリーチした後にある程度濃いバイオレットを入れていれば綺麗に抜けます。こういうオレンジのような抜け方はしないので、やっぱり寒色やるときは最低でもブリーチ2回からとか、初めてインナー入れる方、ご新規様を担当するのであれば、やっぱり2回以上からっていう風にご案内した方が色落ちも綺麗だし仕上がりも綺麗だと思います。ブリーチ1回じゃちょっと足りないってことだね。そうですね、寒色はまだそれがピンクとか赤とかならまだいいと思うんですけど、やっぱり紫って、よくそれこそお客様って紫って綺麗に落ちるんでしょっていう認識で紫から始める方って多いと思うんですよね、インナーとかハイトーンって。なのに綺麗に落ちなかったら、あれ紫って綺麗に落ちるんじゃないのっていうことにもなるので、やっぱりそういう寒色をやるときはベースが大事になってきます。だし提案するときもやっぱそれには色がどうこうじゃなくてベースなんだよっていうところになります、うん、なるほど、はい、じゃあパシッと抜いた方がいいってことだね。そうですね。なんで前頭この塗布量とホイールの挟む、そうですね、後ろ5なんで横4ぐらいで抜いていきます。はい、はいはい、ホイールを全部貼り終わったと同時にワイツが変わってます。かわいい甘いのだったイエーイここからどんぐらい？はい、ここから、全体的に毛先ラップして15分で、もうお流しで大丈夫かなと思います。はい、はい、これはあるあるなんだから、ラップの使用量が多すぎるそうなんです、悲しい。もう根元の方は本当に温めなくて大丈夫なので、毛先メインでいきますね。これで時間を置いていきます。はい、15分経ったので見ていきます。まずサイドからですね、だいぶ茶色みも取れていい感じに均一に抜けてます。で、さっきの追いブリーチの時に根元は塗らなかったので、ここでちょうどいいのと、このディバイディングのところですね、もうしっかり最初の毛先ブリーチの時にしっかり塗ったので、ディバイディングが分かれてないです。と、あとこっちですね、後ろ側のさっき暗いねって言ってたところもしっかり抜けてきてます。なのでこのくらいで流していこうと思います。で、お流しはいつもと変わらずインフォームシャンプーしてから、アクアコネクターの5倍希釈をシャンプー台で毛先に振って戻ってきます。はい、はい、シャンプー終わりました。きました、はい、だいぶ均一に、まあ、カラー剤の残留は若干残ってるんですけど、うん、それこそこう透かしてみた時のアンダーがしっかり黄色くなってますね。はい、削れてるので、いただいた画像のあの中明度の青みのバイオレットだったら、はい、これくらいでいけるので、これで染めていきます。はい、オンカラーは、はい、やっぱ青みのバイオレットといったらリトーノのバイオレット、はい、これ単品だけでもかなり青みのバイオレットで、普通ピンクがやっぱ少し混ざってるんですけど、これ単品で綺麗なバイオレットになるところをさらに青みに寄せたいので、ディープブルーを1対 10% で、さらに 5% を入れると、ちょっととピンクを入れて柔らかくしたいけど、ピンクを使いすぎると暖色によってしまうので、パールピンク、ちょっと紫みも入った668でくすませていきつつ、 3% 等倍の、今日は総量の 20% 入ってます GL で染めていきます。はい、はい、塗りはもうベタ塗りで、塗りはもういつもと同じくワンタッチのベタ塗りでいきます。岩崎さんが出てきました。あ、誰ですよ、のあちゃん。前ダンスなんてしちゃうプロなんですから、うん、そうだよ、のあちゃん、ちょっと混ぜますね。そろり一歩下がりました。うるさいわ。のあちゃんがどうしていいかわかんないです。今日何回謝っただろう。数えてもらった。のあちゃんに何回謝ってるんだろう。ごめんね。ごめんね。どうぞ。塗っていきます。一発でいきます。根元から塗っていきます。のーちゃんをカラーする日が来るだなんて。そうですよね。ずっとカットだけだったんですか？ほぼ前髪か。ほぼ前髪。じゃあちゃんとここで染めるのは初めて。初めてですか。
で、なんでインナー入れようと思ったの？ダンスの友達とかみんな入れてるから。おー、いいんだ、入れて。怒られない？小学校怒られないんだ。大丈夫らしい。へー、やっぱりインナーした方が目立つから。うんうんうん。ダンスするのに黒髪だと動きがあんまりないってこと、わからない。まあ、目立ってなんぼの世界ですからね。確かに。あ、すいません、わからないことを喋ってしまって。ねえ、なぐさダンス踊れないんです。水木踊れると思った。やめてください、前回に続き。最後あれですからね、ノアちゃんに軽い振り付け3人でしてもらって踊りますからね。踊るわけねえだろ。そうなの。はい、エンディングでノアちゃんと一緒に。なんでやえ、そのつもりだったんですけど。皆さんは瑞希ちゃんが踊れたり、うん、アクロバットができると未だに信じてないって言ってるよ。ずっと言ってる、まあ、ずっと言ってますよね。瑞希、うん、ちゃんがいないとこでもお客さんとそう喋ってるよ、うん、絶対嘘ですよつって。じゃあちょっと母にここはコメントしていただいて。お母さん。はい、母はちゃんと見てきてますからね、私の成長ね。はい、成長そうですよ。母にコメントしていただいて。母にコメントしていただきます。ファミリー総出じゃないですか。大好きなんで YouTube。 多分岩崎のパパも出ない出ない、あの、はい、瑞希ちゃんは嘘だと思うっていう。もうお面募集しますよ。運動神経な感じを見てるとっていう感じだよね。え、ノアちゃんは運動もできる？走ったり泳いだり。パパとママが運動神経いいから。あ、それで、サラブレッド。サラブレッドってことは母が悪いですね。うちの母は悪いの？あの姉に関してはスキップもできないんで。姉のスキップはやばいです。いやでも、みずきちゃんの走り方もやばいよ。やばいやばい、多分お互いに言い合ってきましたね、姉とは。そう、私踊ったりアクロバットはできるんだけど運動ができない。アクロバットも嘘でしょ。でも何ですか。こんな全国に向けて嘘つかないですよ。どうすんですか。見せてください、当時の動画とかなったら。ここら辺にある。そしたら俺、あの腹筋やってる動画あげる。いやあれも、いやあれひどかったですね。あれなんかそういうちょっとした動きも悪そう。悪いんですよね。アクロバットできるようになりたい。うん、うん、いいじゃん。でもノーちゃんのあれ、この間ママに見せてもらった、うんうん、すごいバチバチだった、うん、もうなんか想像のノアちゃんはもういなくなってた。幼い頃のおとなしいみたいなノアちゃんはいなくなってた。かっこよかった。バチバチに踊ってた。よかったね。めっちゃかっこいい。あれ、ダンス始めてどんぐらいなの？1年生から始めたけど、すぐコロナになっちゃったから。あー、なるほどね。で、今4年生だっけ、5年生だっけ。5年生5年生か。5年。じゃあ間抜いて3年くらい。3年くらい。それであんな上手なんだ。すごい。でもちゃんと前まで週1だったけど、最近週5とかで。すごい。ストイック。ストイックだ。ジャンルは何が好き？ヒップホップが好き。ヒップホップはいいよね。いやヒップホップはどんな踊りかも分かってない。ちょっと本当に踊ってもらいたいな。いやあなたもね。もうなんかどっかで絶対。ちょっと待ってください。もうずっと信じてないよね。こんな信じないことあります？もう本当に。で、最近実家に帰れてないんで、証拠がないんですよ。踊ってる証拠が、はい、証拠が。でもあれだな、それを見せても前髪黄色くないから、これは瑞希ちゃんじゃない。これは瑞希ちゃんじゃないってなるかもしれないです。動画見たら信じますか、さすがに。いや、もう目の前でやってもらわないとやっぱり。あー、そういうことか、うん、そんな6年もブランクある人に言いますか。え、言い訳。いいよ、いいよ、いいよ。うん、しょうがない、6年ブランクあるから、しょうがない。悔しい。ギター始めたての人に、しかも踊れないのに。待って、ギター始めたてじゃないんだよ。昔あのバンドマンだから。バンドやってた。え、ガチのですか。いや、普通にライブハウスとかでやってた。知らなかった。やってたっていうか、そんなあれだよ、やったことがあるレベル。ああ、ああ、ああ。だけど昔やってたのを、やっぱ20年以上やってないわけよ。はいはい。それをもう一回、あ、やっぱ楽器一個あった方がいいなと思って。できることとしてですか。そうそうそう、はいはい。で、今までもう売っちゃってたりしてたやつを、はい、もう一回アコースティックギター一個ぐらいいいの買おうと思って。おお。で、昔の憧れだったやつをなんか買ってみた。それでなんですね。で、久々にやったらめっちゃやっぱ指痛いな。じゃあ私も久々にやったらそれは鈍いですけど、踊れますよ。弾けるよ。踊れますし。踊れないとは言ってないですし。大丈夫よ、いいっていいって。ダンスできなくても生きていける。
もうそれはそうです、ね、でもできるのに できるのを証明したいですこんななんかできない子みたいに言われてのあちゃんができるっていうのが分かれば OK のあちゃんはバチバチに踊る、ね、のあちゃんはバチバチですからもうすごいねでもダンスいいよいやめっちゃかっこいいです踊れたらいいそれはいいっすよそれはいいそれはいいっすよそれはいいなと思いますしかもこののあちゃんのこの柔らかい雰囲気でバチバチ踊る、バチバチに踊るのめっちゃかっこいい、もう一回レッスン行きますか3人で、うん、え私も、はい、私大丈夫ですだってもう踊るということを人生で捨てたもん笑ったのあちゃんに笑われました踊らなくてもいいやって思ってるから大丈夫あ踊りを武器にはしないってことですね今さら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 踊んないよだってもう嵐ですよ解散したしさ解散してないだから踊る踊る休止したしさ確かに同年代嵐が復活したら踊りますいややっぱ同年代が復活したということでそれめっちゃ見たいですね嵐おめでとう踊るよ俺も今誓いましたねここで嵐が復活したら長瀬さん踊りますノアちゃんが振付師でやろうね相葉くんと同い年そうなんですよねずっと言ってくるよ断るごとに言ってくる相葉くんを出してくる坂本くんも出してください坂本くんは誕生日が一緒だけど年は違う坂本くん V6 元 V6 の坂本くんあ V6 わかんない V6 わかんないどひゃーどういう年代なんだ V6 わかる三宅くんあ、へえ。まあ確かにそうか三宅くんだけあの後から聞こえてきたみたいに時差で突っ込むのやめてもらっていいですかさあ、塗り終わりました終わりました、はい、そうそうそうなおちゃん紫になってる気がしないするかわいい染めてない大丈夫トップ量はまあいつも通り結構こう動かしても毛がパサッとしないぐらいの塗布量を全体的に乗せてしっかり落ちてくる位置で15分置いていきますはい、はい、10分経ったところでちょっとチェックと私の回では初登場ですねレッドコンク乳化していきます結構色入ったね結構色入りますやっぱりしっかりアンダーが抜けているとあれくらいちょっと残留が目に見えても全然色入るのでここで乳化するように今までインフォームだったんですけどここをレッドコンクにすることでかなりツヤ出しになるので最近は使ってますそのハイトーンカラーでも色が入らなくなるとかは全然ないので15分放置だったら10分の時点で20分放置だったら15分の時点で乳化するようにしてますめっちゃいいですよねめっちゃツヤ出るよねめっちゃツヤ出ます気持ちいいぐらいでレベチのツヤが出ますこんな感じで丁寧にあれ何度も言いますが丁寧に床ツヤ出さなくて大丈夫大丈夫ですもう追っていこうですかもう本当についてない泡とかたまにありますからどこに飛ばしてるんですかワイルドに、はあま、ワイルドな営業スタイルですもんねでしっかりコーミングして で5分で、はい、後処理とかは後処理は、まあ、いつもと変わらず普通にシャンプー流しシャンプーしてシステムトリートメントコアミーの2番から4番をしたら上がってきますはいお願いしますはいお願いしますお疲れ様でしたはい上がってきましたバッチリじゃないまだ見えない分かんないまだ見えないねいい感じに青みの紫が入ってるんで乾かすともっと水分飛んで見えやすくなると思うんでちょっと乾かしていきますミストつけていきますドキドキだね一番いいですねこの分かりやすい年代層ドキドキしてるのと楽しみなのとこちらも床にはつけずにつけていきますおっちょちょちょ今そういうんじゃないですもんこういう感じですもんもう床に振ってるじゃんそうですもうそのレベルですじゃあ今日もスマイルつけてきますはきゃしゃべんないとあの人怒るよ左からですか左からですかノアオイルをつけていきますいやこれいいんですよやっぱいや本当にいいですもういいとしか言いようないんで詳しくはブロッコリー先輩にあのサコンさんのファンマークブロッコリーなんでファンマークとかあるのサコンはい私勝手にあの大体私黄色だったりあやさんって赤のハートを使っていただくじゃないですか、うん、だからサコンさんなんだろうって思った時にまさかのブロッコリーが出てきましたブロッコリーしかないもう当分髪型やめられないっていうあの縛りが膨らましたいです、はい、アフロにしたいって、はい、言ってましたちょっとこれで乾かしていきますねこちらお気づきでしょうかイエローのツインブラシかわいいでしょそう
これね、美容師さんからいただき物で、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、かわいくないですか。超あやさんと私って感じです。ツヤツヤです、このツインブラシ。いい感じに色も入ってます。どう、乾かしてみて。めっちゃいい。めっちゃいい。イエーイ。多分一番声大きかったと思う、今の。めっちゃいい。今日撮影中の中で。かわいいね、似合う。さあ、乾かし終わったんです。こんなめちゃめちゃいい色になりましたが、ここでトラブル。一眼レフで撮ると紫が結構青く映るんで、ちょっとリアルな色を皆さんにお見せしたいんで、 iPhone でも撮ります。 iPhone の画像もあれだよね、一緒に程よく貼り付けたいと思います。はい、はい、こういう繊細な色は難しい、ね、そうなんですよね、うん、やっぱニュアンス混ぜると、うん、どうしてもその紫みが飛んじゃったり淡いオレンジみ飛んだりするんで OK です、はい、ただ今日アイロンは、まあ、割と飛びやすい感触の色、まあ、しっかり入ってるんですけど、しっかり固定していきたいので、ラディアントの190度。かわいい。どうですか。困ってる。困ってますね。失礼しました。これをね、やるといつも二人にイエーイって茶化される。でもノアちゃんが嬉しそうに笑ってくれたんで、私はちょっとしばらくやり続けようと思いました。お願いします。バクない。こういう大人には絶対になっちゃダメだからね。そしたらまあ普通にこうテンションかけながら下のパネルで挟んでワンスルーでいきます。あんまり何回もやればいいって問題でもないので、でこのぐらいでもうツヤ感めっちゃやるね。はい、まあいかんせん毛が健康毛です。そうなんです、毛が健康毛な上に傷まないブリーチをするんで、このくらいのツヤは絶対に出ます。でトリートメント入ってるんで、上の部分もさっと通していきます。で、このくらいのスルースピードで全体通していきます。うん、いいね。いい感じですね。バッチリ。ノアちゃんバッチリでしょ。これでダンス頑張れるね。頭振り回して、インナー見せながら踊ってね。いいね、なんかその、ノアちゃん色といえば紫。あ、何そういう推し色を作ってる？いいね。好きな色だけど、それがね、推し色になるならいいね。最近学んだろ。三代目は青。え、そうなんですか。3代目 J サブブラザーズは青、はい、そうなんですか。お客さんで3代目推しの人がいて、はい、青のエクステつけてったから。あ、なんだっけ、セカンドが黄色だっけな、なんかそんな感じ。ちょっと私セカンド推しになれますね。待って、合ってるか分かんないから。でもね、それこそ今度ね、前髪にも入れてみるとか。お、前髪いいな。幅増やせるからね、どんどん私に寄せていく一緒になってくる。ね、似合うからいいね、紫、うん、それこそ紫って、まあ、こういう最後の時に今回は青紫ですけど、うん、ちょっとピンク混ぜて雰囲気変えてみたりとか、うん、また青を入れないバージョンの紫とかっていう風ないろいろご提案すると、飽きずにいろんな紫が楽しめるんで、お仕上げの時にそういう会話とかすると、あ、じゃあ次何色やろっかなっていうちょっと楽しみにつながるんで。綺麗だね。もともと痛みも少ないですし、ちゃんと痛まないようにブリーチすると、うん、これくらい色がしっかり入ってツヤツヤになるんでいいですね。前から見た感じは、うん、こんな感じ。どう、めっちゃいい。めっちゃいい。嬉しい。ありがとうございます。こんな感じでアイロン入れたので、よかったら触ってみて、手触りどう。サラサラね。サラサラだよね。嬉しい。いやー、2人とも大人だね。やめてください。急になんかパパみたいな。ノアちゃん見ると若えなと。一緒の画面に3人映る。もうダメだ。ダメだ。ダメだ。それノアちゃんのピチピチには勝てませんよ。ね、12個上と16個上がいるわけ。やばいわ。高校生活までいっちゃうよ。なんか私勝手に近い感じしてましたけど。え？もう続きいっていいですか？お願いします。もうだんだん需要もなくなってきてると思うんですけど。ノアちゃん見たいよね。見たいよね。大人な対応。じゃあスタイリング剤はライトタイプの9。ちょっと照れるんだよ。ノアちゃんが照れた。私が照れたい。ありがとう、代わりに照れてくれて。そう、これをやってるのにいつもみんなみたいなノリで返してくるの。かわいい。
ありがとうございます。まあワンプッシュ半、そんなにツヤ感、そもそものアイロンだけでツヤ感出したいので若干まとまる程度くらいつけます。かわいい、似合いますね。やっぱいい感じ、めっちゃいい感じじゃない、うん、今日ね、学校の子にね、染めてくるって自慢してきてくれたんで、おー、明日、うん、どうですか、お、じゃあお披露目、うん、そう、お披露目会になる。多分前回の色だと、ここまで紫じゃなかったんでしょう、絶対そうだよね。確かに、じゃあ来たね、かわいい、お疲れ様でした。またこれ撮るとね、いい感じに、あー、カメラが青に認識するね。悔しい。めっちゃ紫なんだけどね。悔しいね。のあちゃん、これは紫に、はい、のあちゃんが紫って言ってくれてるの、洗脳みたいに聞こえるけど、いや、実際問題、ね、あの、この、ここにいる全員が紫を認識、いや、そうなんです、カメラの設定変えてもこれ青に映るんだね、なんだろうね、怖いですね、うん、ちょっとカメラ詳しい人コメント欄にください。お願いします、お願いします、めちゃくちゃ可愛いんです、ね、普通の色、ね、だって瑞希の前髪とかだって別同じ見たまんまの色なんだけど、ですか、なんだこの紫だけが、誰か誰か、誰かのあちゃんこれは紫、オッケー、オッケー、待って、だダメな美容院みたいな。いや、濃く入れてとか言ってないんで、これは紫、オッケー、大丈夫ですよ。ちょっと待って、でも本当に紫、本当に紫、カメラ詳しい人教えてください。ちょっと私のインスタにもリアルな色載せるんで、でも iPhone もちょっと青く映んなかった、確かに、でもカメラほど、このカメラよりは、うん、そうだね、面白い、そういうこともあるの。じゃあこんな感じでちょっと写真撮影、はい、映りますね、そこに立っていただいて、ちょっと横向きかな、こっち来てもらって、体は縦の横でちょっと下向く感じで、こういう感じで内側が出るようにコーミングして、まあロングの子だとこうやって肩に乗せてあげると綺麗な動きが出るので、こうやって広げてあげる感じで撮ります。結構横向いてもらう感じとか、あとはこう動画で髪の毛を追いかけつつ、あとはツヤツヤな感じも見せたいので、ちょっとこうインナー部分だけダックでちょっと上に残しつつねじって留めてあげる、で若干ヘアアレンジ風じゃないんですけど、こういう感じで留めてあげたら、ツヤツヤっていう感じを取ったり、最後は真後ろ見てもらっていいの、全部後ろにこう持ってってこう斜めに取ってあげる、でここもこうひねりながら止めてあげて、最後ツヤツヤっていう動画とかも青に映りますね。なんだろうね、不思議、コメント欄お願いします、お待ちしてます。こういう感じで撮ってあげると可愛く撮れると思います。はい、バッチリだと思います。色味がね、撮影の色味だけが、カメラも今フィルター何もつけてないんで、はい、なんでかわかんないですけど、バッチリ紫になってます。洗脳じゃないですよ。若い子捕まえてこれ紫だろって言ってないから。本当にそう、はい、じゃあそんな感じで、のあちゃんもありがとうございました。はい、さあ以上となります。はい、さあ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 、お疲れ様でした。可愛かったですね。バッチリだね、はい、しかもやっぱ髪が綺麗ですね。綺麗ですよ、セッで。さあ、色ね、難しいね。いや、難しいですね。なんだろう、なんだろう、誰か新たな課題。Help me。 新たな課題。でもなんか、みずきの iPhone の方が比較的紫になった。近かったですね。うん、なんかそこら辺もちょっと、はい、僕らも勉強しましょう。頑張ります。はい、じゃあ、はい、踊ってください。ワン、ツー、スリー、フォー。その雑な振りは。なんでカウントだけ一丁前なんですか。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、はい、はい。カメラ置いてください。お疲れ様でした。バイバイ。